お疲れ様でーす。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい。それで今日のどうでもいいプライベートの話なんですが、昨日のね、プライベートの動画で言ったように、昨日の夜、まっちゃんの家に自分と直樹とチンゲの王3人呼び出されて、みんなでね、ご飯食べたんですよ。抹茶の家でね。それで昨日のね、ご飯は水炊きだったんですよ。それで自分も直樹もこそっとね、この臭すぎのに鍋かよって言ってね、言ってたんですよ。でも抹茶は水炊きが大好きなんですよ。水炊きが好きっていうよりね、ポン酢が好きなんですよ。アサヒポン酢っていうね、ポン酢が好きなんですよ。それが大好きだからね、テンションめっちゃ高いんですよ。もうみんな早座って食べようなと、もういけるで、もう食べれるでって言ってね、言うてるんですよ。それでこれ今日うちの嫁は朝から鶏ガラからスープ作っとるからめちゃくちゃうまいでって言ってね、こう言うんですよ。テンション高いんですよ。それで抹茶の娘がね、ビール抜いて2本置いてくれたんですよ、自分らの前に。それで抹茶が、俺もビール持ってきてくれって言ってこう娘に言ったんですよ。そしたら、まっちゃんの姉も、まっちゃんの娘も、はぁっていう顔してね、ご飯持ってきたんですよ。まっちゃんの娘がまっちゃんに、それでまっちゃんが、ねえこれって言って。そしたら娘が、なんやこれって、お父さんボケできたんって言って。大丈夫って言って。アルツハイマーって言って。これは、ご飯って言うやつやねんと。わかる？ご飯って言ってね、バカにして言うわけなんですよ。そしたらまっちゃん、わかっとるわっつって、俺もご飯ぐらいわかるわっつって、バカにさらすな、こらーって怒ってるんですよ。それで、ビールはビールっつって言うんですよ。そしたら、抹茶の姉が、何言うてんのと。最近ずーっと、ひどかったやろと。飲みすぎやと。今日ぐらいお酒抜きと。毎日お酒抜けって言う気はないと。でも今日ぐらいお酒抜いたらわと。まあ、そんな風に言うわけなんですよ。そしたら、直樹がね、抹茶の娘が出してくれたビールをコップにビャー入れてね、クーって飲むわけなんですよ。うまいっちゅって。今日みたいなこんな暑い日は、ビールが最高やっちゅって言うわけなんですよ。煽るんですよ。それで、抹茶の姉さんって、結構手作りでね、キムチとかいっぱい作るんですよ。韓国人だから。それで、イカのね、キムチがあるんですよ。それが、むちゃくちゃ美味しいんですよ。自分も大好きなんですよ。それを直樹がパクって食べてね、またビールクーって飲んで、たまらんなぁ、これは姉さん最高ですわっつってね、煽るんですよ。それでまっちゃんが、直樹は俺喧嘩売っとんかこれっつってね、そう言って怒るしね。直樹が、兄貴たまには酒抜かないませんよっつってね、まあ直樹は直樹で言うんですよ。それでまっちゃんがね、いや、ほんまにビール持ってきてくれやと。ポンちゃんも、王も、飲まれへんやろと。俺が飲まんな飲まれへんから、早うビール持ってこいやと。そんな感じでね、抹茶が言ったんですよ。そしたら、抹茶の姉さんがね、ご飯食べときっつって、こう言ったんですよ。真剣な顔してね、抹茶の姉が。そしたら抹茶が、なんやと。俺のこと漫画にしとんかっつって。水炊きなわけですよ。抹茶の大好物なんですよ。それでビールも飲まれへん。でも、抹茶の友達が来てる。抹茶の査定も来てる。そこで自分がご飯食べて、他の人間がビールを飲む。俺を漫画買えみたいなことを言うわけなんですよ。そしたら姉さんが、いや、漫画になんかしないよと。ただの嫌がらせや、つって。こういうふうなことを言うんですよ、また。そしたらまっちゃんが、ほーっと、お前なかなかおもろいの、つってね、厳しい顔してね、姉さんに言うわけなんですよ。そしたら姉さんが、え、褒めてくれてんの、ありがとう。よく言われるわ、面白いって、つってね、また返すんですよ。それでまっちゃんがね、最後にもう一回だけ聞くけど、ほんまに俺に今日酒飲まさんつもりかってね、こう聞いたんですよ。そしたら姉さんが、当たり前やろと。ここ最近あったこと、全部、ポンちゃんとかに聞いてもらうってね、まあそんな風に言い出したんですよ。でも自分は、始まったと。もう嫌やなと。で、直樹もね、足で自分にコン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 してくるんですよ。始まりましたよ、みたいな感じで。でも、直樹はね、酒飲んでるんですよ、ビール。でも、自分も、王も、飲みにくいじゃないですか。それで、自分らは、箸もつけずにね、ずーっとね、
その話を聞いてたんですよ。そしたらね、まっちゃんが、言わんがいと。聞いてもうたらええがな、ってね、言い出したんですよ。そしたらまっちゃんの姉がね、ボンちゃん、今から言うこと、全部、YouTube で流してな、って。必ず言ってよ、って。いいねんな、ってね、まっちゃんに聞くわけなんですよ。そしたらまっちゃんが、そんなもんかまへんがなと。何も恥ずかしいことしてないと。言ってこられたらええ、ってね、まっちゃんも言うわけなんですよ。これな、ポンちゃんにもまだ言ってなかったんけど、この前な、ってね、始まったんですよ。そしたら話聞いてたらね、隣の家にね、夜中に、ピンポン、ピンポン、ピンポン、って、行くらしいんですよ、まっちゃんが。自分の家と間違って、寄って帰ってきてね。それで、ピンポン、ピンポン、ピンポン、って。そしたら、入って出るじゃないですか。そこの家の人は。そしたらね、ただいまー、って、遅なってごめんねー、って。今日は、おめこが、ふやけるまで、ずーっと、ペロペロしながら寝るね、とかね、言うてるらしいんですよ。それで、すいません、部屋間違ってますよ、隣ですよ、って、隣の人が言ってくれたらしいんですよ。そしたら、もういいから早く開けて、って。もう早く開けろや、って。おめこ舐めたらへんど、とかね、廊下で言うらしいんですよ。それを、次の日、隣のね、奥さんが、見に来てくれと。家に、そのインターホンの録音を、それをまっちゃんの姉とまっちゃんの娘が見たらしいんですよ。まっちゃんがピンポン鳴らしてそれを言ってるのを、もう私は穴があったら入りたかったっつって、恥ずかしすぎるっつってね、言うわけなんですよ。この年になって、本当にそんなことしてると思われると、おめこがふやけるまでペロペロするとかね、そんなことしてるって隣の奥さんに想像されるのも嫌やと、恥ずかしいって言ってね、怒るわけなんですよ。そしたらまっちゃんがね、別に嫌な意外と、あ、この夫婦仲いいなと、あの年になっても毎日そんなことしてるんやと、羨ましがりよるわって言ってね、全く反省の色がないんですよ。まっちゃんはそれを言われてもね。それで帰ってきたら家中でおしっこすると、トイレと間違ってクローゼットなんか何回もおしっこされてると。ひどい時なんか、パンツもズボンも下げて、座り出すと、これはやばいと思って、トイレまで何回引きずって連れて行ったか、って。だから、大きい方をしようとするわけなんですよ。それはさすがにあかんと。そう思ってねえは、トイレまで引きずって連れて行くらしいんですよ。トイレここやって言うて。それでもまっちゃんはね、俺の家やと。俺がどこで、しょんべんしょうが、うんこしょうが、俺の勝手やって、ここは俺の家やってね、言うわけなんですよ。それでまだね、姉が言おうとするから、それで自分が、もうね、言わんでいいよと。もうみんなわかってるからと。まっちゃんの酒癖の悪さは、みんな知ってるから、もう言わんでいいやんと。まあそういうふうに止めたんですよ。そしたらまっちゃんの姉がね、じゃあ、もうこの辺ではっきりしとこうよと。私とるんか。お酒取るんか、はっきりして、っつってね、まっちゃんに聞いたわけなんですよ。それで自分が、いやいや、と。ねえ、それはちょっと大げさ違うかと。そこまでの話違うやろ、と。まあ、そんな風に言ったんですよ。そしたら、いや、そこまでの話だと。もうここまで来たら、はっきりしてもらわんと困る、みたいなことをね、姉が言うんですよ。それで、じゃあもし、まっちゃんが酒取ったら、ねえ、どうするんって。まあ、そんな風に聞いたんですよ。そしたら、毎日食べ物に少量トリカブト入れたろと。トリカブトが手に入れへんなら、フグの肝、ちょっとずつちょっとずつ食べ物に混ぜると。そういうことを言うからね、自分らは笑われへんと。ほんまにしそうやから笑われへんちゅて。まあそんな風に、まあ言ったんですよ。そしたらまっちゃんが、そんなことすんねやったら、人思いにバツッとやらんがいちゅて。まあまっちゃんがそんな風に言ったんですよ。そしたらまっちゃんの姉がね、お前みたいな、刺して殺して、なんで刑務所行かなあかんねんと。値打ちがない、値打ちがと。殺すんやったら、他に殺したい人間もっとおるわと。それで刑務所行くんやったら、納得できると。お前みたいなやつ殺して、刑務所行くほど、バカバカしいことないわっつってね、言うわけなんですよ。それで直樹がね、そんなもんもし、姉さんが、兄貴刺して殺して、パクられたら、わしどんな顔して表歩くんですかと。恥ずかしい恥ずかしいですじゃんと。
そんなダサいことせんといてくださいよっちゅうてね、ちょっと冗談交じりでね、直樹が言ったんですよ。それで、あのねと、兄貴ねと、姉さんも、酒をやめろって言ってるわけじゃないと。もっと酒を控えろっていう話をしてるだけで、やめろって言ってるわけちゃうんですよと。まあ、直樹はそんな風にまっちゃんに言ったんですよ。そしたらまっちゃんは、やめろって言われてると思ってるわけなんですよ。今後一切酒を飲むなと。そういう風に言われてると勘違いしてるわけなんですよ。姉さんは、そこまでね、ベロベロに潰れるまで飲むなと。ある程度しっかりした状況で帰ってこいと。それを言いたいだけなんですよ。でもまっちゃんは、今後一切一滴も飲むなと。そう言われてると思ってるんですよ。それで自分がね、そうやなと、まっちゃんなと、みんなが、まっちゃんちょっと今日飲みすぎ違うかと、もうその辺でやめたらばと、誰かが言ってきたら、せやなと、この辺にしとくわと、そういう風に言えるようにならなあかんと、俺の飲むことに口出すなやとか、いつもそういう風に言うやんと、それをやめたらばと、まあそういう風に助け舟を出したんですよ。まっちゃんは、男の子やねんから、酒飲みたいな、酒飲みたいな、もっと酒飲みたいなとか、そんなめめちいこと考えたらあかんと、男の子やろ、つってね。そういう風にね、まっちゃんに言ったんですよ。まっちゃんは男の子っていう言葉が大好きやからね。そしたらね、王が、そうだよまっちゃん、つって。まだ飲みたかっても、そこでやめる勇気も必要だよ、つってね。こう、乗っかってきて言ったんですよ。そしたらまっちゃんが、我にそんなこと言われる筋合いないんじゃこれって言ってね、みんなに責められてるもんやから、当たるとこが王しかないんですよ。で、我らに様じゃこれって言って、我みたいな酒こるで、ようで、チンコ出して踊っとるやないかいつもって言って、お前に言われたないわって言ってね、まっちゃんは待ってて怒るんですよ、王に。そしたら王は、俺がいつチンコ出して踊ったんだよって言ってね、王は王で返すしね、言葉を。それで自分がね、まあそこの話はもうどうでもいいわと。王がチンコ出した、出せない話、どうでもいいと。どうするんよ、まっちゃんって、こういう風に聞いたんですよ。そしたら、俺も男の子やって。わかったと。誰かが飲みすぎやって言ったら、そこで、バチッと、ウーロン茶に切り替えるって言ってね、こういう風に言ったわけなんですよ。そしたらみんな、パチ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 って言ってね、拍手して、まっちゃんよう言うたって言って、姉さんも、あんた、よう言うたっつって、娘は娘で、お父さん、よう言うたっつってね、みんな盛り上がってるんですよ。それでまっちゃんがね、よし、米食おうっつってね、ご飯持ってね、ご飯食べるふりするんですよ。それでみんなの顔をね、見るわけなんですよ。早く止めてくれよと。早くビール飲みよと。早く言ってくれよっていう顔してね、みんなの顔を見るんですよ。ご飯持って、箸持ってね。でも口に運ばないんですよ。ご飯を。それでまっちゃんの姉さんが、よし、まるまる、ビール持ってきたって、っつってね、こういう風に言ったわけなんですよ。そしたらまっちゃんが、お母ちゃんありがとう、つって、さすがお母ちゃんや、つってね、喜ぶんですよ。それでビールついでね、自分で、コップに、よう冷えとる、つって、喜ぶんですよ。それで、こーっといっぱい飲んだら、誰もね、口裏何も合わせないんですよ。みんな、声揃えてね、はい、今日はそこまで、とかね、はい、ストップとかね、飲みすぎとかね、全員一斉に言い出したんですよ。それでまっちゃんが、お前らほんまに全員殺すぞっちゅうてね。それで、ゲラゲラゲラって笑って、その後みんなでまあ、お酒飲み出して。でもまっちゃん控えてました、実際。あんまり飲みませんでした。11時半ぐらいまでね、まっちゃんの家でお邪魔して、まっちゃん全然酔っ払ってませんでした。だからやっぱり考えて飲んだんだなと、思います。はい。だから次からも、そういう風に考えて飲んでくれたら、もっともっとまっちゃんは渋い男で折れると思います。はい。まあガチャ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 はしましたけど、最後ああいう形になってよかったと思います。はい。ということで、今日はまっちゃん VS 隣の奥さんの話をしてみました。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ。